うわぁ、疲れたもん。早く帰って理由を見てよ。それは。おい、お前らあそこ見ろよ見ろよ。お、なんじゃなんじゃ。ちゅ、かわいいお名前。ちょっくらなんかしちゃおうぜ。やっちゃいますか。そのための。美貌、あとそのための。イケメン顔。金、なんか、や。こいつらなんでかよ。お姉さーん。うん、今からお仕事遊ばない。え、いやなんですけど。そんな硬いこと言わずにさ。お願いだよ。ダメよ、私これから仕事あるから。え、そんな。仕事ならしゃあない。それじゃ、バイバイ。ちょっと褒めてもらったわ。わかる。はぁ、今のナンパで失敗回数50回達成したわ。多すぎ。ほんと今からどうするよ。帰って理由なのさ。はぁ、まあいいか。あれ、ジュラト君にノブ君にライオ君じゃん。うん、何してんの。ふわ、嘘、ありしちゃうやん。マジか。誰だよ。はぁ、おめぇ知らねえの。うちの大学の先輩理事の一人だよ。あはは、照れるな。かわいい。確かに、俺も満点になる。何言ってんだこいつ。みんなは今暇かい。暇暇。どうします。よかった。今からさ、近くにある廃校に肝試しに行くんだけどさ、君たちも来ないかい。行く行く。ぜひ音もさせてください。やった、みんなありがとう。こんな季節に肝試しって珍しいよな。え、普通今の季節が旬なんじゃないの。え、いや肝試しは夏にやるもんでしょ。え、え、別にいつの季節にやったっていいじゃねえかよ。あはは、そうだよね。それじゃあ私これで、場所は LINE で位置情報送っとくから。いや俺アリスさんの LINE 持ってないんだけど。え、嘘。マジマジ。じゃあ今から LINE 交換しよっか。やったぜ。わしら今日から勝ち組。あ、ちょっと俺は遠慮させてもらおうかな。え、なぜに。え、どうして。俺の LINE は友達専用、ゲフンゲフン家族専用の連絡ツールだから、友達と LINE することをママンは許してくれねえんだ。確かに俺もお前の LINE 友達追加してなかったな。ママンってわらわら。あ、お。まあそれなら仕方ないよね。本当に申し訳ない。それじゃあジュラト君とノブ君 LINE 交換しよっか。じゃあフルフルで。オッケー。ははは、ノブ君の LINE のアイコン面白すぎ。誰この人。こいつはわしの家族の豊臣家、さゆみたいな顔しとって面白いじゃろ。面白い。それじゃあ今日の午後8時その廃校前に集合ね。後で LINE で位置情報送っておくから絶対に来てよね。もちろんっす。楽しみにしてるから。それじゃバイバイ。やったぜ。成し遂げたぜ。いやまさかアリスちゃんが俺を肝試しに誘ってくれるなんて思わなかったぜ。たまちゃん、俺たち、間違いじゃろ。いや、どう考えても本命は俺でしょ。おめえらがたまたま俺の近くにいたからアリスちゃんが気を使って別に誘いたくもないおめえらを渋々誘う羽目になったってことなんだろう。ああ、もう少しで俺とアリスちゃんと二人きりでデートができたってのによ。は、何言ってんだこいつ。いやどう考えても本命はこの足に決まってるんだよな。ねえよ。こいつも何言ってんだ。いや明らかおめえらみたいなブスをアリスちゃんが好きになるはずがねえんだよな。だったらよ、直接アリスちゃんに言ったんじゃねえかよ。おめえ、天才か。お、そうだな。よしとなり、なんとなくこの結果は分かってるんだけどな。言ってろ、出てのぶながが。で、今からどうするよ。一旦解散でいいんじゃね。オーケー、じゃあ今夜現地集合な。わかりました。おいーす。おはよう、若者。10分遅刻だぞ、オッケー。あれ、アリスちゃんはまだ来てないの。まだ来てねえな。そうか。きっと起床に時間かかってるんだろうな。楽しみだな。にしても会見は結構綺麗じゃないか、ここ。あ、言われてみればそうだな。誰かが入れ直したらいいんかな。なわけねえだろ、廃校だぞここ。最近廃校になったんじゃねえの。とりあえず玄関まで行ってみるか。お、そうだな。窓一つも割れてねえし、風化もあまりしていっていないぞ。本当に最近建てられた建物みたいだな。つまりどういうこと。あかん、出入り口っぽいものがねえな。また割ろうとしたんやけど、隠し入れて無理だったぞ。ふえ、よく見たらこのガラスの厚さすげえことになってないか。ふえ、確かに、これ防弾ガラスじゃねえか。元は防塵加工だったんじゃねえか、ここ。あ、なるほど。で、どうやって侵入すらいいんだよ。無理だぜ。それな。お、アリスちゃんからだ。ごめん、私先に学校の中入ってるんだ。この学校すごいよ、なんか地下があってさ、今私そこを探索してるんだ。地下で待ってるからさ、みんなも早く来てよ。だってさ、嘘だろ。アリスちゃん一人で学校の中探索してんの。メンタル強め、だけどやっと中入ったん。それな。一つだけ調べてない場所がある。どこそれ。ここだよ、この玄関。お、そうだな。確かにあったかどうか調べてなかったぞ。どこの地下で今にまさか少年玄関が開くって何かの話あるわけねえよな。お、開いてるじゃん。マジかよ。まさか本当に開いてるとは。行くぞ、てめえらおらおら来いよな。やべえよやべえよ。怖すぎじゃない。お前らまさかこんなんでビビってんのか。そそんなわけねえだろう。ここ来ないとこ分かってんの。今小学生みたいね。てかどこにあんだよ、その地下に続く階段ってのは。階段とは、一体ね。あれ、そうだっけ。わお、この教室だけ開いてんじゃん。入れ。何の変哲もない、ただの教室だな。なんか変なものないか探すで。今気づいたんだけど、ジュラ普通に存在しててさ。もし警察に捕まったらジュラとか批判だって供述してやっからな。やってみろよ、まあ俺は警察から逃げ切ってやるけどな。あ、もしもし警察ですか。今ここでぶっ殺してやる。お前ら何バカなことやってんだ。おい、お前らこれ見ろ見ろよ。どうした。お、教宅の下に穴あるじゃん。これ地下まで続いてんの。多分そうじゃろうな。お前ら先行けよ。は、やだよ、そういうのお前ら先に行けよ。こういうのはな、別に死んでもいいやつから先陣を切るんだよ。なるほど、じゃあもはやお前ら先陣ってやめちゃいけないじゃん。あ、は、じゃあねえな、俺が先行ってやるよ。余裕か、それでこそ男や。うわ、吸ってくれよ。さっさと降りろこのバカタレ。あ、しろよ、バラまくぞこの野郎。てめえら後で覚えてろよ。はぁ、ここで最後ね。なんか廃校とは思えないくらい綺麗な外見だけど。でも、どうせここも外れなんだろうな。もう夜だし、眠いし、パパッと終わらせて早く帰ろうか。え？玄関開いてるんですけど。吸ってな
校の地下にこんな施設があるなんてな。うええー、これはおめえらの庭や。これ、地下ぜ。正直俺も怖いよ。早く帰ろうぜ。確かにここはやべえ。でも、帰るのはアリスちゃんを見つけてからだ。アリスちゃん、どこだい？なあ。あっちにさ。人みたいなのがいるんだけどさ。え？どこどこ？あっち。あれは、やべえ。やべえやべえや。ご視聴ありがとうございました。うちの田中が作った茶番劇、いかがだったでしょうか？よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。